じゃあ、ヴァンパイアサバイバーズやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ゲームスタート。はい。キャラ強化はこのように、はい、アクティブ、非アクティブ、切り替えで、非アクティブの状態ですね。全部非アクティブの状態にしたいんですが、ここのリロールスキップ、選択肢消去、雰囲気、不意に、に関しては、こうね、アクティブ、非アクティブっていうのが切り替えられないんですよね。なので、ここはしょうがない。ここはしょうがない。けれども、封印1、封印2に関しては、シールドですね。20分の20で、ちょっとまあ出る武器、アイテムっていうのを、ちょっと絞り込みはしましたね。厳選はしました。まあリロールが使えないんでね。出てきた選択肢から、まあリロール使える状態ではあるんですけど、出てきた選択肢から、まあ、どれかを取るっていうのをね、そういう形をやりたいなと思います。で、前回もこの縛りプレイやったんですけども、プニャーラさんで酪農場をやっていきましたね。で、こうジョバーナ、ポピア、コンチェッタと言いますけど、まあもう一個やりたいのが、このモルタッチオ、カバーロ、ランバ、オソーレ、アンブロジョ、この辺ですね。モルタッチオさんで見ると、20レベルごとに段数が増加、プラス、違う、最大3。この辺もそうですね。で、アンブロジョだけ、記載されたのが違って、20レベルごとに段速が加速、最大プラス3ってなってるんですけど、これ、あれですね。ちゃんと、段数が増えましたね。このモルタッチョとかと同じでしたね。プラス、20レベルごとに段数が増加、最大3と。最大プラス3。で、アンブロジョーだけ別の項目がまあありますので、段数が増加した状態でゲームスタート。段数効果は一定期間まで継続と。で、初期の能力を見ると、発射段数がプラス10の状態で始まると。このモルタッチョとかね。この辺はないんですけど、ランブルジョーさんだけ、まあ、あと、まあ、回収範囲とか、欲深さ、この辺もちょっとプラスされてますね。はい、アンブロジョーさん、この破格の性能、性能してますね。めちゃくちゃ強いっすね。めちゃくちゃ強いと思います。で、持ってる初期武器もね、この骨、桜爆弾、トロッコ、花束に比べて、やっぱ火力はね、これ、まあ、飛び交う家具やったかな？これかなり火力で見ても破格ですね。強いですね。強いと思いますね。で、ただまあ癖があるのでね、ちょっと。序盤はちょっと使いにくさとかがあるのかなと。それで、発射弾数プラス10の状態で始める。まあ、こういうキャラもね、まあね、いいんじゃないかなと思って。アンブロジョーさん使っていきたいと思います。行きましょう。で、挑戦するマップはガロの塔、ガロタワーですね。で、ハイパー以外チェックつけません。お急ぎアルカナリミッドブレイク、反転エンドレス、ランダムイベントはなしで。じゃあ始めていきましょう。強化なし、アルカナなし、リミットブレイクなしの縛りプレイのガロの塔挑戦ですね。さあ、まずは下の方行きたいので、下進んでいくか。で、上からしかね、こう家具がね、降ってこないんですよね。で、下に向かっていくと、こういう、まあ、ちょっと癖がある武器なんですね、この家具は。飛び交う家具。で、若干の序盤、これね、これ降ってくるのが、プラス10で、レベルが1上がって2減りますね、発射段数はね。プラス8に減りましたね。だんだん減っていって、ゼロの状態まで行くので、2、4、6、8、レベル5、6、6でゼロになるのかな。ただその代わりレベル20に到達することにプラス1はまたされていくので、発射弾数特化キャラと言っていいんですかね。で、そうですね、まず武器ね、ちょっとまあ銃、拳銃フィエラ、赤い銃、これ取っちゃうか。合体進化狙いますか。ちょっといけるかな。フィエラ赤い銃取っちゃう、取っちゃう。で、レベル2の状態ね、これがね、これで取る武器にもよるんですけど、ちょっと進んじゃおう。
この状態がやっぱマジでね強いですね。これで敵を殲滅していくっていうのが、経験値は取らない、経験値は今取れなくても結果的には、まあ痛い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 、食らうな食らうな食らうな、こんなところで食らうな、ダメージを、これまあ経験値今ね取れなくても、これは最終的には回収は危ない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 、最終的には回収できると考えて何らかの方法でね、これ取らずに行きましょう。で下に下にまず向かいたいので、レベル2の状態で、これアンブロジョーさん特有のね、アンブロジョーちゃん、うん、アンブロジョーちゃんレベル3か、お嬢ちゃんね、せっかくやからちょっとハト取るか、ハト取ってみるか、合体狙ってみるか、これもちょっとね発射弾数が減ってくるので、この状態でねこっからねレベルアップで、まあ、武器を取っていきたいんですけど、その辺はちょっとこっからは考えていかなきゃいけない、考えていかなきゃいけないとはいえ、出た中から選ぶってなるとね、リロール使わないってなるとかなり限られた戦いにはなってくる。でこのガノの塔ね、ちょっとまあちょろっと挑戦したんですけど、アンブロジョーさん、アンブロジョーちゃんで、ね、お嬢ちゃんで、お嬢ちゃん、正直お嬢ちゃん じゃないキャラでもやってみましたけど、やっぱきついですね、それなりにやっぱきつい。難しいステージって言えば、酪農場が出てきたときに、これはきついぞ、このステージはなかなかだぞっていう印象を強くて、ガノの塔に関しては、正直ね、だいぶキャラも強化されてきた状態で、ここに挑戦したりっていうことが多いと思うので、ちょっとあれやね、ちょっとあれやね、ちょっとあれやね、いやちょっとあれやね、ちょっと下に下に向かいたかったんですけど、ちょっとだんだん苦しくなってくる。この辺からちょっともう回収していくか、しょうがないかな。あ、副車いいですね、副車取りましょう。あ、危ない危ない危ない、あーちょっとコウモリが近づかれる。だいぶ発射弾数減りましたね。あー、これで元のあったプラス10されてたのはなくなりますね。ちょっと、ムチ欲しいけどな。ムチは欲しいけど、漆黒の鳩取っとくか。これちょっときついな。ちょっとこれきついですね。あ、でもしょうがない。こいつら、赤い骸骨。これ嫌ですね。嫌いですね。で、副車の輪上げとくか。あとステージ的にはまあガロンとまあまあきついなと思うのが、酪農場に関しては確かにステージとしてなかなか難しいステージかなと思うんですけど、ストップしてマップ上に落ちてるアイテムっていうのがね、酪農場に関しては豊富ですよね。いろんなアイテムが落ちてるので、アイテム拾っていけばかなり、強化に関してはね有利な面も強いと。でこのガロの塔に関してはアイテム押してるんですけど、ワンコーですね、ブレイサーワンコー、発射速度、弾数速度かな、速度が上がると。で、フーマの師匠スペルバインダー、これは、武器の効果時間が延長される。これ酪農場と比べるとやっぱりロウソクとか武器の攻撃範囲が広がるとか、これはキラギス取っとくか、武器取りたいけどな、ちょっとここは取っとくか、武器は取りたいけど、あと引き寄せのオーブとかもね酪農場には落ちてるので、そういうのが後からでも取れる、翼で移動速度上がったりとかね、やっぱそれは結構有利な点があるんですよね。ここは鳩かな。
なのでここでガロンの塔で手に入るアイテム拾える、追加で取れるっていうのが強いんですけど、そこがあんまり強力ではない。影響してくる武器っていうのが限られるんでね、ここで取れるアイテムはね。そういうのもあって、そこまあ考えなきゃいけないよね、考えて取っていかなきゃいけない。ここはちょっと武器上げていくか、武器上がんないとちょっときついね。段数もプラスしたいな。カロの塔に関してはそうね、こう上下に上に進むか下に進むか止まるかしかない。赤いチェンジ上げるか。そういう点で酪農場はね、四方八方から敵来ますけど、ここのステージはまあ上下からしか来ないっていう点は、ただの上下にしか逃げれない、移動がちょっとまあ限られたステージですね。でこう武器が中途半端な状態がやっぱ一番きついですね。酪農場に関しては最後の29分が一番猛烈な、痛い、ちょっとこのドラゴン嫌い、マジでドラゴン嫌い。ドラゴンがいて、ムチ取っとくか、ムチ欲しいな、ムチは取って、痛い、当たんないで、このドラゴン、マジで、どこもいつらさ、マジでさ、ちょ、やめて、その動きも嫌だ、もう嫌だ、こいつら、本当嫌だ、ちょっと肉欲しい、チキン欲しい、いやー、甘えてんな。あの回復ないと、あ、これから痛い、もうこいつらもう何こいつら、もうちょついてくる、ちょやめろ、あーもうちょっとやべえな、ちょっと武器上げていくか。ハト上げていって、ドラゴンもういいよ、ほんともういいよ、もう来なくていい。この赤い骸骨ね、これ一回倒してもね、また復活してきおるんですよ、こいつはね。ちょっと、まあ、命の器取っとくかな。無知進化は欲しいな。これいらねえ、このトラップ、変なトラップもいらねえ。これもいらねえ。よし、抜けよ、一旦抜けよ、一旦抜けて、こうしよう。無知かな、無知。チキン、あーこれか、こっちか。まあありがてえけど、敵を殲滅できるのはありがてえんですけど、非常にありがてえんですけど、終わっちゃうの、すぐ終わっちゃうのよ。やばいな、まずいな、やばいよ。ちょっとキラギスも、ちょっとまあ進化素材になるので、ね、銃のね。ムチ上げるか、ムチ上げてって、火力的には、いや、ちょっと、どうかな、厳しめかな、ちょっと嫌ですね。この赤影が、ちょっと鬱陶しい。いやー、きついね、いやー、これちょっと中途半端、この武器が中途半端。この辺からのウェーブの武器が中途半端な状態が一番きつい。多分育ちきったらそんなことはないと思う。いや、ろうそく欲しいけど、一旦武器、飛び交う火災家具。いや、回復できないっていうのが本当マジできつい。この辺がやばいな。この辺の敵がやばい。痛い。この辺の敵が一番やばい。武器は本当にちょっと中途半端。ちょっとまずいね。レベル上がってない武器の。倒しきるのがきつい。もうちょっと本当マジで。ここを乗り切れば。乗り切ってレベルを上げなきゃいけない。ちょっと置いてきた経験値とかね、地球そのオーブで回収できればいいんですけど、無知かな、一旦無知。
いや、10も上げたいっちゃ上げたい。ちょっと、アンブロー嬢ちゃん、ちょっと、いや、マジ、ちょっと、これ、苦しい。もうちょっと火力があればね、まあ、この幽霊ゾーンはなんとかなるんじゃない？幽霊ゾーンはなんとかなると思う。あ、痛い。ちょっと、ほんとマジで。ダメですか？チキンください。ダメですか？ありませんか？チキンのオーダー通ってなく、ないですか？ちょっと。まあ、無知かな。無知あげといて。むしのダメージ、まあ、怖い、ちょっとオーブ取っとくか。待って。まあ、清水はやっぱね。待って。断速。うわー、ちょっと待って。いやー、もう。マジかよ。銃の進化にやっぱ、ティラギスいるからね。もう一回取り直さなきゃいけない。あー、ちょっときつい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 、大丈夫、やれてる。チキンも、マジ出ないよね。こんなに出ないもんですか、チキンって。あー、もうコイン。あー、ちょっと、まずい。まあ、もう。全然ダメですね。いやー、武器ね、やっぱ武器。武器の、取り方。まあ、取り方って言っても、取り方もクソもないんでね、しょうがないから。武器の出てくる、本当に。銃か、まあ、銃取っとくか、銃取っといてもいいけど、いいんですけど、この状態ね、この状態はマジで本当に残数が破格のね、破格の発射残数持ってるんで、この状態に関しては強い。この状態が一番強い。まあ、敵も弱いけど。痛いな、もう。なんでそんなさ、今この状態でさ、敵あんま出ないよね。ここでやれればね、いっぱいね。で、この経験値は、まあ、最初は取らない。っていうのは、これはしょうがないと思う。で、後から回収できれば、っていうことなんですよね。実際置いていっても、古い経験値は、もう多分どんどん消えていくので、あー、経験値取っちゃう。ああ、ムチ取っとか、ムチ強いからね。序盤のムチマジ強いからね。見て、これ。見て、これ。いっぱい出るからね。自分の上の方に向かっていっぱい出るからね、ムチ。これマジ強い。マジ強いけど、このムチの本数が減ってくると、すぐに弱くなってくる。ああ、結局取っちゃってる。強い、殲滅力がマジ高い。この経験値は大事にしたい。とはいえ、今は取れないが。あー、ちょっと待って。いっぱい取っちゃう。まず。ちょ、待て。落ち着け。お前たち、落ち着け。落ち着け。そんなに、おい、ちょっと一回通りますね。私。これやっとこう、こいつらをやっとこう。ムチ強えわ。この真ん中通して。よし。あー、ムチ取っとくか。ムチ取っといて。ちょっと減ってくるよね。6本か。あー、ちょ。減ってきてる。ムチの本数が減ってきてる。このドラゴン、マジでちょっとさ、やめてほしいな。このドラゴン、ほんと。
ほんとちょっとね、ちょっとね、ほんとちょっと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 よ。ほんとに、ほんとにちょっと。よくねえ、よくねえよ。あなたたちよくないです。ドラゴン来んなよ、ドラゴン来んなよ。ドラゴン来るなよ、ドラゴン来るなよ。ちょっとあの辺の、そうね、あの辺の、ドラゴンが来る、あ、この次、この次の赤骸骨ね、赤骸骨来たね。こいつらもちょっと、いやーこれ消えても倒せてないんですよね。もう一回復活して、あー来た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 、よし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 、これが風魔の人ですね。ここに、ここまで来た。下に来るのはもうここまででいいし、これ以上下に行くと結局呪いのアイテムしかないので、これ以上下には行きたくないですね。呪いのアイテムはちょっとこの縛りプレイでは取っていくのはちょっと無理がある、無理があるので、ここまででいい、ここまででいい、進むのはここまででいい。でこの状態でレベル今4か。いやまあそろそろ経験値回収していかなきゃいけない。で古い経験値は結局画面外のね、遠い経験値は古いのから消えていって、赤い経験値にね溜まっていくはずなんですよね、と思います。結局ね、最初の方に戻っていっても、もうそこに経験値が落ちてなかったりするんで、消えていくのは多分間違いないかな。さあどうしようか、まあ、ブレスレットも取っていきたい武器ではあるんですけど、オーブ取っとくかな、オーブ取っとくか。ちょっとこっからはもう経験値回収に経験値回収には回りたいで、ハト取ってもいいけど、ちょっとまあ家具か段数増やしていくか。ここからは持ってる武器の強化、持ってる武器の強化に努めた方がいいかもしれない。あ、宝箱取ろうか。これはまあ取っとこう。で経験値も集めていこう。もう最初のパッシブで増えてるのは効果はなくなるので、まあでもな、バインダーさっと風魔の人取って上に向かうって考えれば、アイテム枠埋めてっていうの方法はまああるね、あるね、あるね。ろうそく取っとくか。まあ、ろうそくもね、攻撃範囲が広がるので強いっちゃって、これ風取っ、いやー風じゃないな、風取るとしても最後後でいい。家具か、じゃ家具取ります。家具ほんとまでもあのレベル上がると、強い順に多分家具、骨、桜爆弾かな。あーケーキ来たね、ティラギス来たね、ティラギス、まあ銃持ってるしレベル上げたいけど、ここは取っとくか、ティラギス取っとくか。家具多分ほんとレベル上がりきったらアンブロジョー一番強いと思うんですよね、家具が。あー危ない、ドラゴン。あーでもまあ倒せなくはないね、倒せなくはない、ドラゴン。でその次に多分骨が強いで桜爆弾になるかな。ちょっと家具いっとくか。ただ上から下に振っていくっていう動きしかしないので、反射しながらね、あとは何かにあると跳ね返ってで、まあちょっとね癖があるので、ただダメージは出しますね、めちゃくちゃダメージは出す。いって、あーいいね、白紙の学術書取っとこう。武器の動きとしてはやっぱり桜爆弾が反射しまくってダメージも与えて、最後に爆発も起こしてっていう。ただね、ただ反射するだけだと火力がめちゃくちゃ低い。爆発するとね、範囲も広いし、攻撃力としては、あー危ない。あでも火力的には弱いね、桜爆弾は。
で火力面を考えると同じような動きして爆発がない骨、骨はまあ安定してる。で、一番癖がある家具ですけど、ダメージは一番出しますね。動きとしてはガロの塔だと上に上に進んでいくときには多分めちゃくちゃ強い、後半めちゃくちゃ強いですね。なのでちょっとこのアンブロジョーさんを使ってやっていきたいなっていう感じなんですね。ただ進化どれもね、進化しないんで、あ、まあキャラクターによっては進化するのか。今はね、お嬢ちゃんはまあ進化しない。家具進化したらこれやばいけどね、バグってるよ。終わってる。それはもう、あ、チキンいっぱいあるな。これいいな。これありがたい。ありがたい。ありがたい。経験値も取っていきたいのは山々なんですが、取っていけば取っていくほど、ちょっと無知かな。ちょっと無知上げていくか。ちょ、本当に自分の身を守るのと、まあ、無知強いね、やっぱ。ああ、痛い痛い痛い。チキンがあるからちょっと安心して油断してダメージもらっちゃダメ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 、それはダメ。火力もついてくれれば序盤では本当に役に立つ。中盤ではね、回復がついて進化するといいですし、最終的には、あー、こいつら怖いな、こいつら怖いな。最終的には聖なる風と合心ですね。合心進化してダメージもまあちょっとね、それなりに出せるようになれば考えると、無知は、まあ、進化するまでがちょっとまあ大変っちゃ大変か。無知上げとくか。無知上げて来ないね。命の器が来ない、出ない。1個取っとくか。1個取っとくか。こっちの間中にあるこれ1個取っといて、いや、経験値ちょっと取っていきたいけどな。そうなると序盤の経験値が残ったままで取れないよね。オーブ出ないかな。あ、でもそんなに言うてもないか、そんなにないか、言うても序盤の、スパインダーはまだ取れない、まだ取れないです。あー、オッケー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 。命の器取っといて、オッケー。無知がレベル、あ、痛い。ここのチキンは置いとこう。このチキンは置いとこう。ちょっと置いとこう。一旦置いといて、下、痛い。下にあったやつ、あれ取ろう。一回あれ取ろう。幽霊ゾーンはマシ。幽霊ゾーンはやり過ごせる。痛い。一旦これ取りましの。食らってるな。ここにもある。ありがたい。ありがたい。取っとくか。無知。オッケー、無知7。宝箱で武器進化は10分超えないと確か。痛い。宝箱ありますね。あれ取ろう。一旦取ろう。あれ取ろう。あれは取らなきゃいけない。取った方がいい。経験値がマジで。まずいな。オーブ欲しい。あ、でもそんなないんやったっけ。あ、ナイスチキン。グッドチキン。いやー、でもチキンに頼り切ってる。銃取っといて。あと、何？一旦セリオ。あ、副射欲しいな。あ、副射は欲しいね。あと1個アイテム取るなら、副射の輪。そうね。オッケー、じゃあ銃取りました。ちょっと待って、そんな話は聞いてないぞ。まあ落ち着け落ち着け、まあ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 落ち着け、落ち着け。副車の輪を欲しいから、副車の輪を欲しいから、雷にするか。雷取っとくか。ちょっと雷な、雷か、雷様か、いや雷様か、いやちょっとこれまずいね。これ、いや
こんな、こんな出ました、さっきこんなに出ました、こんなにあなたたちこんなにいましたか、お仲間。ちょっと待って、むずい、10分超えないもんね。いやー、ムチ上げ、いやー、そんなに中途半端な状態だったと思わないけど、あー、まあやっぱきついね、むずいっすね、むずいな。他のキャラ、まあ、プニャーラさんで同じキャラでやるっていうのもなんですし、まあどっちにしろ、どっちにしろきついのはきついと思うな。あー、ちょっと難しいな、やっぱ。いや、やっぱ縛りプレイちょっときついっすよね。難しい、難しいけど、だがそこがいい。そういうこと。ちょっとこれガロの塔はまたこれ、やっていくか。またまぞいプレイでやっていくか。しんどいな。意外とクリアできちゃうかなと思ったけど、いや、きつい。きついですわ。いや、きついですわ。こら、こら、きついですわ。なかなかですな。しんどいですわ。なかなかしんどいですわ。そうですわ。なんですの。はい。じゃあ、ちょっと終わります。むずい。ありがとうございました。またやっていこう。